え前回までで卓研のすべての範囲の勉強を終えたので今回は模試と年度別の過去問をやりました。模模試試は、えー、グリーン模試です。す吉野塾さんんが無料でで公開しているこんな感じの模試ですねで。年度別の過去問は令和4年度の文で最近買ったこちらの問題集の文を解きました。本番と同じように50問を通しで解くのは今回が初めてなのでしっかり時間も計ってやりました。 結果がこちらですまずグリーン模試の方が50点満点中の43点目標点は38点となっていましたそして令和4年度の年度別過去問の方の結果が49点満点中の44点これ1問少ないのは統計問題が掲載されてなかったので1問少なくなっています。この回は36点で合格の回ですね。とということで 得点だけ見るとどちらもあの40点超えということで目標点とか合格点は超えることができていました私は今までの勉強を問題演習メインでやってきたんですけどこの問題っていうのはすべて過去問ですよねなので、えー、グリーン模試の場合は過去問ベースの基本的な問題 で年度別過去問に至ってはもう丸々過去問なので、まあ、解くのが初めてとはいえ40点を超えられたらいいなぁとはちょっと思ってたのでとりあえず目標は達成できましたただ実際この「得点」ほど解いた直後の手応えはなくて2択で迷ってたまたま合ってたっていう問題が何問か混ざってるので、えー、その部分についてはしっかり見直しをしました。 今までの勉強をずっと分野別で一問一答形式でやってきたんですけど今回こうやって本番とと同じじ形式で解いてみるとなんかものすすごくく難しく感じますね分野別でやってる時って例えば宅建業法の中の,あの営業保証金のところだけをやるっていう感じでずっとやるのでだんだんこう頭が慣れてきて機械的に解けるようになってくるんですけど。 あの本番と同じ模試とか過去問形式だと1問とか2問ごとにこう別の分野に頭を切り替えていかなくちゃいけないのでなんかまだそれに慣れていなくてこう2時間通しして解くくののにものすごく疲れましたあで。ちなみに時き終わるまでにかかった時間なんですけどグリーン模試の方がえ一通り解き終わるまでに1時間20分。 令和4年度の過去問の方が1時間30分ということで解く時間については大丈夫そうですね。見直しをする時間もしっかり取れそうなのであとはこの2時間集中力が続くようにこの模試形式とか過去問形式での問題演習っていうのも続けていけばいいかなと思いました。 えもし解く時間全然足りないってなったら棚田,田先生があのおっしゃってるようなワンブーストも使ってみようかなと考えてていました。あのワンブーストって選択肢が4つあって正しいものを1つ選べっていう設問だったらまず4つの選択肢の一番上のものから読んでいってその1番がこれが正解だなって確信ができたらもう234の選択肢は読まずに次に進むっていう解き方ですね。 読まずにどんどん先に進んで一番最後にワンブーストやった問題の見直しをするっていうやり方なんですけど私の場合は一通り選択肢全部読んで解いても、まあ、なんとか時間余ったので、まあ、ワンブーストは使わずにに普通に解いていいてこうと思いますあとは解いた順番なんですけどこれは権利関係が一番最後でそれ以外は問題の順番通りですね。なので えー、法令上のの制限、税その他業法、免除科目、権利関係っていう順番ですただ、えー、グリーン模試の方は、えー、業法の中にあの全ての選択肢でなんか報酬の計算をしなくちゃいけないような設問があってその設問だけは後回しにしました、えー、免除科目まで終わった後に業法の報酬計算の問題をやってその後権利関係っていう順番で解きました これはななんとなくですね、あの権利関係頭から順番に解いていってもおそらく時間間に合ったと思うんですが1問目がこの判例文付きの問題でなんかさっと読んだけど意味がちょっとわからなかったので「いいや権利は後回しにしよう」っていうことで法令の方から解きました。なんか行法から解くのがいいとかいろいろあの解き方については皆さん あると思うんですけどあまりにも前に行ったり後ろに行ったりするとマークミスとかもしそうでちょっと怖いので後回しにするのは権利関係だけで行こうかなと思いますそして分野ごとの特典なんですけどグリーン模試の方は税その他でちょっと落としすぎましたねこれ特別難しい問題ではなかったんですけど単純に忘れてました 固定資産税と不動産取得税ごっちゃになってしまっていたりとか単純に内容を忘れてたっていうことで3問しかないんですけど1点ししか取れませんでしたなのでこのグリーンモッションやった後に税金関係復習をしたんですよね。 で復習した後に令和4年度の年度別過去問やってるので令和4年度の過去問の方では税その他満点取ることができています復習したばっかりの分野についてはあの得点取れるみたいな感じなんですよねであとは行法ですね行法は令和4年度の過去問の方で3点落としてしまいましたこの落とした3点も特別難易度高い問題じゃないので忘れちゃってるんですよね 記憶が曖昧になってしまっている部分で個数問題とかもあったのであの3点落としてししてままいましたであとは法令上の制限はどちらも満点取ることができたのでこれは単純に良かったなと思います。今までやってきた過去問演習過去問メインの勉強の結果が、まあ、一応出てるのかなということで安心しました。 であとはグリーン模試の方は統計問題1問あったんですけど統計問題について私まだ対策をほとんどしていなくてたまたま合ってたっていう感じですねこの免除科目の中に統計問題あるんですけど、まあ、なんとなくこれかなって適当に選んだのが1問合ってました権利関係についてはこんなものかなというところですねこれくらい取れればいいかなと思います、えー、今までやったこの民意保守とかアプリとか あとは本番までにこの「囲碁文集」えー、これも最近買ったんですけど「予想文字」まあ、今回解いた「グリーン文字」とかもそうですけどやった範囲についてはもう全て解けるように完璧にしてあとはもう本番で何が出るかっていうのをよくわからないのであまり深入りしないようにしたいと思います。はい それで次の1週間なんですが、次の1週間では今度は、えー、レックの0円模試を解きたいと思います。レックの0円模試と、あとこっちの年度別過去問のまあ、どれかの回、 とあとこの模試形式とか過去問形式だけの勉強に絞ってしまうと知識どんどん抜けていってしまうと思うのでそれと並行して今まで通り分野別の勉強も続けますで分野別の勉強に関しては今までほど時間取れないのでどうしようかなってちょっと考えたんですけどとりあえず机に向かって勉強時間取れる時はこの右星の黄色の問題集をどんどん回していきたいと思います。 今までは分野別の勉強しかやっていなかったので一問一答道場とかアプリの問題とかとにかく幅広くいな問題を解いてきましたこれ幅広くやればあの幅広い知識身につくのでそれはそれでいいんですけどなんか広くやりすぎると全体を一周するまでに結構時間かかっちゃうんですよね。 1で一周するのに時間かかるとどんどん知識抜けていっちゃうっていうのあると思うので今回から模試とか過去問もやりながらということで時間あまり取れなくなるので分野別に関してはこの黄色の右星の問題をしっかりやっていこうと思います。で机に向かえない時間ですねあのちょっとした隙間時間とかはアプリでとか一問一答であの引き続きやります。 棚田中先生の動画で紹介されている忘れないための復習の方法って2週間に1回はどの分野も復習するようにするみたいなことだったと思うんですけど2週間に1回てての分野を復習するって結構なハイスピードでで復習していいいいかないといけななとけんですよねなのであの問題数が多すぎる問題集だとちょっと無理だと思うのでここはもう初心に帰って一番最初にあの手をつけた。 これを活用していきます、えー、それでは今回の動画はこれでおしまいです